とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ今日も妖怪学園 YYY 学園生活をやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。今日はね、ちょっと短めの動画になるんだけども、お付き合いください。コメントが3つ4つ同じやつが来てて、新規の人、まあ12月17日パッケージ版を買ったんだろうね。その人たちからのコメントが来てました。レベル120以上はどうやって上げるのでしょうかと、そういう質問が来ております。これね、知ってないと本当にもったいないので、もう一度動画で説明するね。まあ生放送中とかでも説明は何回かしたんだけども、レベル120以上になると、レベルが上がらなくなります。それ放置してると、レベルが上がらないまま経験値だけもらえて、すごくもったいないのよ。特にストーリーでもらえる経験値ってめちゃくちゃ美味しいので、ストーリー経験値は逃さないようにした方がいい。で、レベル上限を上げる方法がこいつです。こいつ、風水ボーイ。これがね、学園の各地にいるのよ。全部で20体ぐらいいるのかな。で、この20体ぐらいいるこの風水ボーイに話しかけて、このパワーサイトを解放します。解放するとレベル上限を上げることができるのよ。で、この解放するのに必要なのがワイドロップ。ワイドロップは1日の始まりの時、まあ朝の6時だね。朝の6時、日付が変わる時にいいねの数に応じて、ドロップをもらえます。1000いいねに1ドロップもらうことができます。まあ弱いところの解放になると5個かな、ワイドロップ5個必要です。なのでワイドロップ5個以上持って、この風水ボーイに話しかけてレベル上限を上げるようにしといてください。まあそうだね、レベル上限300ぐらいまで解放してるとだいぶいいです。レベル300まではほんとポンポンレベルが上がっていくから、まあ経験値、ストーリーでもらえる経験値を無駄にしないように、この風水ボーイには早めに話しかけて解放するようにしてください。ほんと注意ですからね、これ。俺の友達もこれ知らなくて、どんぐらいだろうね、かなりの経験値を無駄にしてラスボスギリギリで戦ったとか、そういうのがあるので注意してください。はい、まあね、新規の方がいっぱい入ってきてると思うけども、やり込み要素もいっぱいあるし、注意点もいっぱいあるゲームなので、はい、まあ動画のね、昔のやつなどを見直して、やっていただくと嬉しいです。またね、これからの動画もね、出していくので、それもチェックをよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。そいや。